そう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 、こういうこと。ミリメーターこだわるっていうのはここで適当にやってたらないよ。言ったらお前らすげえじゃん、すげえできるじゃん。やらされんな、もっともっと全部のプレーもっと集中しろ。みんなの頭の中にはもう技術がすげえ入ってる、それを無駄にしないように。今やられてる練習って、あの6項目全部入ってはいるんですか？じゃあサッカーの原理原則だから入ってる決まってる。 あれ全部できなきゃダメなの。失礼しました。いっぺんできなきゃいけない。そうですね。そう、でもそれが本当に試合の中で見れるかったら多分見えないと思う。あの指導者はみんな見えないから、止めるだって止まってるかどうかってみんな見えないんで、指導者って最初、皆さんのがもしかしたら目がいいかもしれない。純粋だから。でもこういうのを細かく知って試合見てもらえたらもっと楽しいですよね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。例えばだんだんこのチームそうなってると思うけど、他のチームからしたら止まってるだけど、俺らからしたら止まってない。なんでかって時間の話してるでしょ、はい、止めてから蹴るまでどのぐらいかで向こうも動いてるから、それで、はい、そうすると止めろよってみんなに言われるじゃん、うん、押すとみんなは向こうからすると向こうはみんな止まってる、止まってるのに止まってないのみたいな。なるほど。 それが基準だから。なるほど。それがそうなっていくといいね。こういうのなってるけど、ね、あんまり慌てて何でもやっても消化不良になるし、まあ、そこをやんなきゃ。だから反復が絶対必要。ありがとうございます。喋りすぎたから。いや、いや何回かやってます。ちょっと慣れてもこんなもんです。あ、できないです。初日はもう本当全くできなかったです。はいはい。飛び散らしかない。サッカーって足なのに腕を。サッカーって足ではなくて、はい、腕なんですよ。下半身だけではできないんですよ。縄でこの裏の筋肉をつけてるんですけど。こうついてればバランスが取れるんですよ。姿勢が保たれればステップもバックステップもできるし、前も飛び出すんですけど。3人1組じゃ、ここもう来て、そうそうそう、いいから。この前言ったような試合でものすごく無駄なタッチが多いから、できるだけ1回で止めて、あ、しっかりこの中、こんなに本当に出した足っぽがないけど、みんな受けてるな。でもこれだけで場所を使わない、腕込んだ向こうに出す。で、匠は後ろから合わせる。いいかな。で、試合を想定して、実際こんな狭いところないぞ。だからみんなそれやってて、みんなできてるんだ。だけどこの前の試合の時は何かって言ったら、勝手に違うものを想像したよな。だから自分とボールだって関係は、それ以外ないんだ。蹴る方も点な、点で合わせる。で、受ける方も点で受ける。で、今度こっちできるだけ早く抜いて点で合わせる。ちょっとやる。
そう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 、もっと正確、もっと正確に。ナイスクリだ。もう正確に。そう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 。これでこれで全部正確にやろう。もっと行こう。オッケー、いい。こういうこと、ミリメーターこだわるっていうのはな、ここで適当にやってたらないよ。いい。そうそうそう、いいか、技術上げるも上げないも自分の頭の中に回るぞ。やらされんだよな。今言ったらどうなったかって言ったら、お前らすげえじゃん、すげえできるじゃん。もったいないよな、みんな頭の中に技術ある、足にも技術持ってきた、じゃあそれやろうな、いっぱいやろうで、一番いっぱい、それで自分がサッカー上手くなって楽しみはいい。やらされんの、もっともっと全部のプレーもっと集中しろ、みんな持ってんだって。もうなんかもったいない、全然違うじゃん、音も違う、ボールの動き方も違う、すげえいいよ。なんだこれ、最初からやれるよ。人じゃない、自分だと。自分を完璧にやる。はい、行こう。これもそうだ、自分でできるかと思った。そう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 、ナイスナイスナイス。決める決める、ナイスナイスナイス。いいプレイプレイ、もう一回。いいぞいいぞいいぞ。ガックスガックス、力抜け力抜け、前前前、アンドレもっと前。おー、ナイス。そう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 、いいぞいいぞいいぞ、ナイス。そうそう、自分で楽しめ、自分楽しめ、しっかり。ナイス。週間ぶりに見たらスピードすごい変わってるなと思ったんですけど、速くなってきたなという、うん、そうですよね。あの僕も毎日いますけど感じます。きっかけみたいなのはあるんですか？いや、でも毎日同じことやってるというか、あの反復して、でその質が変わったり、選手の発想がちょっと変わってきたりしてるから、練習メニューはもちろん変わってないし、体の技術、使い方の技術っていうところが上がってきてるからだと思うし、本当になったらあそこで多分カンシャとかダイエットが行きませんけど、めっちゃ狭いじゃん。マークあってると思いますね。去年からも比べてもそうだし、1ヶ月ちょい経ちますけど、だいぶプレースピードが上がってる。もう最初にその出てなかったプレーとかが出て、だんだん良くなっていってもみんな実感してると思いますし、スピードだったり質がもっと上がってればもっと面白いサッカーできるんじゃないかなと思います。えい、終わらせよ、ここにいて。あ、終わらせ。スピードが上がってきてる気がするんですけど、米にくくなったんだろうな。シュート練習とかの、もう外して抜けてシュートみたいな、あの時にやっぱみんなトラップが止まりだしたんで、トラップやっぱ流れてると予測が結構できるんですけど、どっちも振り分けて蹴れるところに止められるとやっぱり難しくなりますね。限定されちゃいますね、止めれる範囲が。大きなゲームもすごく良くなってる。それぞれがやっぱりそれぞれのところで、特に方向な方向をものすごくみんなが意識してすごくいい。その中で心の中でしっかりなできるクオリティ、これを自分各自で高めてる。であとは一つだけ、最初に言ったこと、みんなの頭の中にはもう技術がすげえ入ってる。それを無駄にしないように、いいかな。本気でここにいつも出て、本気で自分の頭をちゃんと技術として出してほしい。
まあ、そうしたら全然違う一日一日になってる。カツ入ったのもその時いた選手もすごい楽しそうにサッカーしてたんで、それが良くて入ったんで。ディフェンス全然やってないですね、もう今年。いやいややらされてる感じではないですね。むしろ好きなことだけやらせてもらってる感じで楽しくやってますね。